皆さん、こんにちは。川口宏の座談会にお集まりいただきありがとうございます。皆さん、見えていると思って進めていきます。結構な数がですね、参加していただいておりますので、これから1時間半ほどですね、座談会のウェビナー第1回ということで開催していきます。お付き合いください。まず、最初にですね、自己紹介の時間ですね。私、自己紹介します。知ってる方が多いはずだと思ってますけど、画面が出るんですかね、なんかね。ありますね。はい。イエライセキュリティの顧問と川口設計という会社をやっております。川口宏です。いろんなとこ行ってですね、いろんなご質問を受けたりとか、講演したりとか、そういうことをやりながらですね、日本のサイバーセキュリティが良くなるといいなと思って活動しております。今日司会して、いろいろ話題振っていきますんで、お楽しみにということでお願いします。じゃあ次、次の。トークはですね、はい、ルスランさんのご紹介でお願いします。よろしくお願いします。イエライセキュリティのルスランと申します。自分がペネトレーションテストカーの課長をやっていて、およびあの執行役員でもあります。自ら基本的にペネトレーションテストだったり、レッドチーム系の案件、まあ、なら、いろんな案件とかを、担当してやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次、鈴木さんですかね。鈴木正康と申します。よろしくお願いいたします。イエライセキュリティの、事業推進部、事業推進課の課長をやらせていただいております。脆弱性診断とかフォレンジックとか、各種案件の、まあ、主に要件定義や PM 業務を中心にやってますが、イエライの中にいるトカットエンジニアはかなり多くて、うんうん、そのトカットエンジニアの組み合わせたサービスの推進の方も立てていただいております。最近だとのパープルチームとかシーサート支援関連の、サービスの方を担当させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。きっとね、トカットイエライに来てくれるぐらいですから、鈴木さんも結構トカったネタがあると思うので、それを取り出していきたいと思いますね。よろしくお願いします。それではですね、今日ゲストで来ていただいている萩原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、グローバルセキュリティエキスパートの萩原でございます。画面切り替えますか？そうですね、切り替えましょうか。はい、今日はですね、流行る第1回の川口さんを囲む会、ありがとうございます。お招きいただきました。ありがとうございます。冒頭少し自己紹介とですね、最近気になること何ですかと、川口さんに少しお題をいただきましたので、自己紹介兼ねて私の方から少しお話をさせていただきたいというふうに思っております。はい。今、私、グローバルセキュリティエキスパートという会社におりまして、通称 GSX というふうに言っておりますが、サイバーセキュリティ教育カンパニーとして、ご質問いただいてましたけど、診断も我々もやらさせて、ウェブですとか、あとはもう診断をやらさせていただいておりますけれども、教育の方もですね、中心にやらさせていただいている会社でございます。で最近実はバイリンガルエンジニアのですね、グループ会社で、そのエンジニアの会社があったんですけど、そこが一部ですね、事業上場しましてですね、ITS という形で、グローバルで対応できるようなエンジニアを、まあ、追加したという形です。社名がそのまま。そのままですね。ようやくグローバルです。なるほど。で私でございますが、萩原健太でございます。今日皆さん技術者に囲まれてですね、私は戦々恐々としているわけでございますが、今、GSX と、その親会社である BBS というビジネスプレイ太田昭和の方に、出向しておりまして、今実はメインは経営戦略を作ったりですとか、ということをやっているという形でございます。うん、また各種団体の方で活動させていただいているところでございます。うん、はい。専門はサイバーセキュリティではなく、どちらかというと公共政策でございまして、皆さん、私のことを知っている方であれば政治の方が詳しいというふうに思われるかもしれないのかという話はあるかもしれませんが、そちらが専門家になっているというところでございます。うん、はい。で、萩原といえばというところで、楽しみにしておきました。はい。そうですね。はい、皆さんご存知。もう大体このウェビナーやるとですね、反応がわからないんで、受けてるか受けてないかわからないんで、ぜひ、受けてたらなんか皆さん、なんかボタン押すとかじゃないですか。大丈夫です。それは寂しくなると逆に。そうですか、でもめちゃくちゃ今もだって参加者多くなってきてますから、本当にめちゃくちゃたくさんの手が上がるんじゃないですか、もちろん。はい、というわけでございまして、気になってるネタというところでですね、昨今の IT 業界の話題ですね、いろんな、なんとか、アーキテクチャって言ってますけどね、届きまして、これ日テレの夜のニュースと最後、はい、これだいぶ強引に、くっつけました。はい、お時間も限られてますので、使っていきましょう。はい、ゼロトラストですね。ゼロトラスト。はい、皆さんご存知のとおり、最近いろんなところで、ベンダーや企業がですね、ゼロトラスト。うん、この前とあるユーザー企業に、いや、ゼロトラストやりたいんだけど、いや、ゼロトラストやりたいってなんで、正直思ってですね。なんかゼロトラストって言葉が結構人歩きしてるのが最近ちょっとあるなっていうのはですね、ちょっと葛藤があったりします。この概念自体は当然考えていかなきゃいけない。
はい、分かりやすいように、はい、これゼロトラスト、いや違います、これは教会工業ですね、して中でこう、気にせずこう騒いでいるという様子、うん、でも実は中には悪者がいますよというですね、うん、実際の教会防御だけですと中に入ってから見ないという話なので、うん、中に入っていると侵入した後もきちんと見ていきましょうというですね、うん、というところで発想を展開して、まあ、今後それがどこでも働ける、まあ、在宅勤務日常時代になりましたし、まあ、クラウドを使ってますという観点から、まあ、いろんなところを常にこう信用せずに干渉していくと、うん、あのこれ雑談だったんですけど、モテる男と女の差があるという話をしてて、うん、いやモテる男っていうのは常に電話で確認するじゃん、ね、そうなんですか、いやモテる男と例えば憧れの人と付き合いましたと思うと、ね、うん、そうするといやなんかどこにいるのとか確認したくなるじゃないですか、うん、これってゼロトラストなんじゃないかなと思って、で常にこう確認ですね、そのデータのその個人のアクセス、端末のアクセスなのかって確認するってことが非常に大事になってますよという考え方ですね。その考え方を実装していくという話です。うんうん、でそしてあの一つで謎解きは十分かと思うので、あの次ソフトウェアサプライチェーンというところで、あれさっきの日テレがどうのっていうのは？日テレがどうの？ゼロ、ゼロ。ああ、なるほどね。そういうことで。ゼロ、ゼロ。やっと分かりました。さっきのゼロとラストあ、これで、ね、あまりにスルーしていくから分からなかった。反応が分かんないので、緊張するってことか。これ、参加者の人はですね、多分、まあ、ゼロとラストの話はいいけど、日テレの話どこ行ったって思ってますよ。これちょっとここちゃんとこうね、さっきのとこフォーカス当てとかないと。そうですね。はい、ああ、なるほどね。そういうこと。ラストね。はい。じゃあ、なるほど。いや、お粗末様でした。いや、僕それ楽しみにしてきたんで。今日はいい滑り出してた。はい、ありがとうございます。どうぞ。だいぶ滑りましたね。はい。ということでございまして、で、次はサプライチェーンですね。で、まあ、サプライチェーンの、まあ、リスクマネジメントって話はつい出てますけど、まあ、本当最近思うのが、まあ、社会説法ですよ、IoT という中で、もう本当に皆さん、建設 OSS を使って、で、組み込んで、まあ、開発してますと。いや、本当にどこまで追うんですか。まあ、最近もいろいろね、あの、隣国の話で話題になっているところがありますけれども、それを本当追求していくと非常に大変で、ましては日本はこの、あのいろいろ言われてますけど、多重下請け構造っていう根本的な経済構造をちゃんと理解した上で、やっぱりこういった対策をしていかないといけないのかなっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、脆弱性が見つかって、じゃあ本当にそのプロダクト、最終的に組み上げられたものが本当に脆弱性があるのかないのか、うん、というのは検証するのは大変ですし、うん、やはり今いろんな事件から見ても、セキュリティ検証で起こされているのが正直なところ。まあ、皆さんのね、ELA さんの得意とするところかもしれませんが、より早くからそのセキュリティを考えていきましょうという話ですね。はい、気になってるネタ3、はい、でやっぱおかわりが欲しいと、ね、あの大歓声をいただきましたので、ね、はいはい、あの最後ちゃんとやらさせていただきたいと思います、はい、最近話題になったウイルスと呼びかけましてですね、はい、どこかに走るというふうに解きました、うん、はい、ちょっと今日頑張ってみました、はい、ランサムウェアですね、うん、おお、はい、確かにね、もうちょっと地位でかくした方がいい、ごめんなさい、はい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 、でもあの いい感じだってチャットに、はい、書いてくれて、ありがとうございます、はい、ランサムウェアでございます、はいはい、皆さんご存知のところでございますが、ね、まあ、いろいろ最近ね、いろいろ出てます、まあちょっと、検出名ですね、だんだん増えてますけれども、まあ、最近はエカンスですね、ですね、もう話題にもなりましたし、ワナクラエモテットですね、まあ、非常に、あ、エモテットもね、継続的に、確かに、最近また話題になりましたね。出てますからね、本当、減ることなく出てきてるなというところで、まあ、非常に話題になって、まあ、気になっているというポイントでございました。うん、というわけでございまして、まあ、ゼロトラストへのシフトをどうするかというところも気になってますし、うん、本当に日本のソフトウェア産業というか、本当に守っていくためにどうしたらいいのかというのも、うん、本当に非常に大きな話題ですし、あとのランサムやいろんな種類出てきましたけど、ね、本当に、いちいちこう一流しなきゃいけないのかっていうところが、いろいろ葛藤があって、なんでそのいちいちあたふたしなきゃいけないんだろうというところも正直思ったりします。あとはプラスアルファで書きましたけど、今日は CIO とかもいらっしゃるかもしれませんけども、うん、CIO というと、なんか、どうしても情報システムだけに閉じ込まっているのが日本だと思うんで、むしろこう CDO、うん、あのデジタルトランスフォーメーション、まあ、DXO って言うかもしれないけれども、それを考える中で I を考えるっていう、うん、まあ、IS を考えるというふうにしていかないとダメなんじゃないのかなっていうふうに、まあ、最近思っていますというところでございます。自己紹介と頭の話がなくなりましたけれども、以上でございます。いいっすね、はい。でもなんか最近やっぱり特にランサムやどうするかって、まあ、普通の人からも結構相談を受けるんで、うん、大変ですよね。日本のメーカーさんが被害を受けたりとか。そうですね。で、なんか、何でしたっけ、なんか、スポーツする人が使うサービス、最近サービスが。ランサムです。ね、そう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 、それとかね。やられて大変そうじゃないですか、ランサムウェアとかね。結局でも、入られちゃうって、マルウェアが動くから、ああいうことになっちゃうんですよね。そうですね。ランサムウェアね。ランサムウェアの相談って、鈴木さん来るんですか？
ランサムウェアは、そうですね、問い合わせで感染してしまったとか、そういうの結構最近来てますね。で、ランサムウェアに関しては、やはりその復旧自体が結構難しいっていうものがあるので、いかにその被害を最小限に食い止めるかっていうのが多分メインになってくるかなとは思います。そうですよね。個人的に思うのは、そのランサムウェアそもそも実装することは、例えば侵入した後も、やっぱりその侵入した先の何かの情報をお金にするために、まあ、個人情報だけであれば、多分そこまでお金にならないところが多いんだろうから、ランサムウェア実行することで、逆にその大事な情報は全部暗号化されてしまったというところでお金になる可能性が高くなるかなっていうのが、個人的な思いです。破壊受け負いみたいな感じになるんですかね。そうですね。まあ、入られてからちゃんとこのようなその会社のために作ったランサムウェアを置くっていうところをまあ確認してから実行するのが多分狙った攻撃のポイントですね。そうですね。あんなになんかこういろんな、ね、ニュースでセンセーショナルになるじゃないですか、いろんな組織で被害を受けたと、まあ、それはしょうがないと思うんですよ、どっかから入ってきちゃうと。でも1台のパソコンがやられたぐらいだと、まあ、そんなに、まあ、何百台何千台パソコン持ってるのが1台やられたらまあまあ大変ですけど、なんとかなるんじゃないのと思うけど、組織のサービスとか組織全体がやられるってことは、1台をきっかけに全体がやられてるっていうのは、結構これって、まあ、なんかただのウイルス感染の話にとどまってないよなっていつも思うんで、それってなんかね、片付けていかなきゃいけないよなって、すごいランサムウェアの被害を相談されるたんびに思うんですよね。いや、1台やられてるだけで済まないんですかみたいな、やっぱ済まないから今大変なんだと思うんですよね。アクセス制御とかの周りはやっぱり細分ができるのをしてない企業さん結構多いかもしれないですね。うんうんうん、SUB とかも必要最小限にしておけばいいと思うんですけど、うん、なんかフラットで全部いけますみたいな話になってすると。めっちゃありますよね。うんうん、いや、むしろスイッチングハブがあったりとか、うん、L3 のスイッチがあって線つないどけばいいんだから、なんか問題ですかみたいな。いや、だからそうじゃないかなと思うと、フラットで、いや、だってネットワーク作ったらフラットでしょみたいな。うん、っていうのがまず普通に第一歩なんじゃないかなって。いや、もちろんね、セグメント分けとかっていうのは、うん、いろんな資料やノウハウはあるんでしょうけど、なかなかそこには至ってないんだなっていうのが痛感するところですね。有罪企業分かってないんですよ。だから SI とか言われたままにあるっていうのを導入、SI に依存して導入してるから、うん、いや、うちフラットじゃないですよ。いろいろ設計はしてるんだけど、じゃ実装のトマトをちゃんと追ってるかっていうと追えてない部分もあるから、実はやっぱり権限収録しやすくて横展開しやすかった。よくある話なので、根本的にやっぱりネットワークシステム構築とかもう本当に直さなきゃいけないんですけど ね、うん、いや、で僕必ず言うんですよ、いい、なんか勉強するもんないですかって言われた時に、いや、2015年に日本年金機構やられたでしょとあれみんな大変だったじゃないかと、あの時年金機構がレポートを出し、厚生労働省がレポートを出し、ニスクもレポートを出したよね。この3本のレポートちゃんと読んでほしいんですよね、うん、なのでこれ聞いてる読者の方、結構ね、まあ、100人以上が見ていただいてるんですけど、今一度2015年の日本年金機構のレポート見直してみてもいいと思うんですよね。一つのメールがきっかけで、中に広がってって情報を取られて大騒ぎっていうこと自体は、2015年も現在においても変わらないので、まあ、あそこで学べることってね、結構大きいことだと思うんですよね。あとは、例えばその問題としては何があるかっていうと、ですね、例えばうちらがそのヴィランとかいろいろセグメンテーションを作ってあるっていうのを思っている会社さんたちが実はそうなってないっていうところ、要は今までテスト1回も受けてないから、まあ、想像とか設計的にはそうなってるはずのものは実はそうなってるかどうかっていうところは見れなくなってしまう。分離されていることになっている、ことになっている、紙上で、なる紙上でね、で見てみたら親と、なんか分離されてませんよと。そうですね、それもよくあるパターンです。よくあるですね、ありますよね、センターでね、あの端末つながって、はい、この端末あったのか、よくある話です、ね、行ってみたら ね、いや、そうなんですよ。だから結構その事例、そう、まあ、その事例を聞くときにですね、まあ、ちょっとだけここでイエライのサービスの話をちょっとしてもらおうかなと思って、ルスランさん、これなんか資料出しますかね、なんかの、マルウェア、疑似マルウェアを入れて診断するサービスやってるんですけど、そこからのサービスの話とどんな感じで問題が見つかるかみたいな、っていう話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、いや、はい、ルスランさん。これ資料入ってるんでしたっけ？いや、これは。これだけですか。じゃあ、まあちょっと概要とですね、まあ、さっき言ったこうネットワークが分離されてないこと分かったよねみたいな話とか、意外にこんなのがされてないよねみたいなところをちょっとルスランさん聞いてみたいんですけど、どうですか？はい、
基本的にあの、うん、私たちのサービスとしては、まあ、マルウェア型っていうあの 診断というかペネトレーションテストの方式で、うん、まず実行してくれる人が、まあ、あのいるっていうところからスタートする形になるんですけども、うんうん、これはあの何が実際の攻撃と何が違うかというと、フィッシングとかソーシャルエンジニアリングのところが覗けているというところがメインになります。これはあの海外でもよくあのアッスムブリッジというあの方式。アッスムブリッジ。アッスムブリッジ。アッスムブリッジって言葉が外した。なるほど。その言葉が今結構流行っていて、もうすでに中に入られた状態からスタートするみたいな感じになるんですね。これはまあもちろんそのフィッシングとかやると、そしてソーシャルエンジニアリングやると、また少し見たい観点がまあ変わっていくっていうところがあるので、まあ、そもそもフィッシングができるかどうか、リンクしてくれる人がいるかどうかっていうところの、もうそこに時間使ってしまうと、実際のそのインフラとかの分離だったり、最終的には守りたい資産のところのたどり着けが長くなってできなくなるところがあるので、一旦とりあえずそのフィッシングが遂行しまして、じゃあクリックしてしまったというところからスタートするのが基本的に、うんうん、特にあの初心者とか、あの今までそこまで多くレッドチーム系とかペネトレーションテストやってない会社にとってはおすすめなことになりますね。うんうん、でそれで何が違うかっていう、まあ、何が違うというか、うん、あの結局その送るものとしては基本的にアンチウイルスだったりであるか、そのセキュリティ製品を突破できるでしょうっていうところを、うん、ものを送るところですね。このファイル実行してくださいって言って渡すんですね。だけです、はい、でそれで、まあ、何が入ってるだろうかっていうのを想定して、うん、まあ、作ったものを送って、それがまあ検知されてるんであれば、まあ、いいところとして会社にとって、うん、検知されなければ、まあ、こちらの勝ちみたいな感じで、まあ、少なくともそのパターンは検知されないから後で報告書に書いて、うん、このパターンプラス似たようなパターンを対策してくださいみたいなところなんですね。じゃあ最初はファイル送るときに、あのルスランさんからもらったファイルがまず手元で開いたときにパシッて既存環境で止めてくれないとまず困りますよね、普通は。普通はそうです。でもあれ、これなんか何も止められずにこのファイルが存在してるぞみたいなところが出てくるわけですよね。で実行してもらって実行できたぞみたいなことになると、あれ、これなんかうちいろいろ対策してるはずなのに通るぞみたいなことになっちゃう、うん、はい、そんなことになります。基本的にあのルスランさんが突破しすぎちゃって、いろいろなんか噂が広まっちゃったみたいなんですよ。あの自社で自分たちが使うために EDR 導入したいんですけどっていう話をベンダーさんに声かけたら、うん、なんかいやサービスして紹介したらお断りですみたいな感じで、2社ぐらいお断りされちゃってみんなのルスランさんから来る連絡にみんな注意してる。私も気をつけようかなって。メールで。いや、まあ大丈夫ですか。ちゃんと契約を組んでからやりますので。だってね、こんなにあのルスランさん、これ今日のね、あの視聴者の方々見てるんですけど、明らかにルスランさんに突破された方をね、喜んでるユーザーがいるんですよね、何人か。明らかにあのあなたたちの組織は突破されていますよね。これあの僕よく言うんですけど、猪木に殴られたい人って言ってるんですよね。ルスランさんに突破されたい人っているんだなと思って、でファイル送って通信始めますと、じゃあ通信できるよねと、送ったファイルがルスランさんの手元にコントロール下にあるって分かるわけじゃないですか。それだけでも、まあ、あの普通の組織からさ、えらい騒ぎだと思うんですよね。まあ、基本的にそれがイニシャルアクセスみたいな感じになるので、うん、そこから、まあ、より早く EDR だったり、うん、その通信が流れてることを会社の中の何かのソリューションが見つけられるかどうかっていう、そのポイントになってくるっていうところ。うん、少なくともコードエグゼキューションがもうできてしまって、遠隔操作できるような状態になってしまったというところがもう、はい、あの明確ですね。そうですよね。でもこれだって別にプログラムが実行されるっていう点だと年金機構の時と変わらないじゃんって話なのにまあなかなかそこが難しいんですよね、防ぎ切るというのかね。まあまあそうですね、難しいところもありますが、まあ、それやろうと思えばできなくはないです、もちろん、うんうん、まあそれを研究しているのがルスランさんの今までの座談会の登場してもらった、ね、エピソードにいっぱい出ているわけなんですけど ね、なんか他の社員の方にルスランさんの話を聞くと、ずっとやってる、ずっと勉強してるみたいな感じで聞くんで、あ、なるほどね、そういう人なんだっていいと思うんですよね。でそれってでも送った後そのシーサーとか連携しなきゃいけないし、ソックと連携しなきゃいけないじゃないですか。それはお客さんが連携するって分かってやってるんですけど、それともあれ全然連携できてないなとかっていう、どうなんですかね。それはあの事前に話し合って、どのふうにやりましょうっていう感じで、例えばその実行してくる人が、まあ、上の人であれば、
誰にも何も言わないでやってみるみたいな感じからスタートして、そこもしさとも、うん、IR も誰も何も知らないところからやってみて、まあ、途中でバレてしまったら、大詐欺になりそうなところまでは、まあ、持っていって、そこで IR ペンテスト、ペンテストっていうことで、教えてあげるみたいなところです。やっぱあるんですね。それはそんなやり方もあります。うん、はい。基本的には会社によってはまあ全然みんな知ってるようなところもありますし、うん、それで結局何がメインかになってるっていうところが問題ですね。要はその即に知られてないっていうところからスタートすると、より静かに、よりその、検知されずに、どこまで何ができるかっていうところが結局ポイントになってたり、あとそれをもうちょっと難しくしてくると、即の対応だったり、IR の対応がどうなるか、どれぐらい時間かかるかっていうところの測りもあるし、で、実際にその、例えば丸やがったテストじゃなく、全くその会社名からスタートする、フィッシングとかその辺からやる場合は、それが一番メインポイントになってくると思います。例えば、よくわかんないところから何かが来て実行されて、それで初めて IR が気づいてしまったんですけど、そこでどういう、どの風に、どれぐらいの時間で対応できるかっていうところも、もし見つかったら、投資家もあります。それもだってね、意外に遅かったりとか、ね、はい、なかなか気づけなかったりとか、多分他のログに紛れていったりとか。そうですね、まあ、会社によっては例えばアンチウイルスが検知されて洗ってあげたのに、アンチウイルス そのログ誰も見てないとかっていうところも、まあ、あったりするんです。頭痛い話ですね。ログだけ詰めてるだけって。そうですね、例えば、確かに、CM がないとか、なんかバラバラで全部集めてるけど、まあ、誰もそれを見てないっていうところの、まあ、やっぱりその入れたのにそれをちゃんと動かすところまでは持っていかなかったみたいなところだったり。なるほど。ちょっと話がずれるんですけど、この僕今まで見たシステムでこれまずいなと思ったのは、アンチウイルスは入れますって契約になって、アンチウイルスの、アップデートもしますと、はい、だけどアンチウイルスのアラートを報告するっていう契約内容になってなくて運用してる人はちゃんとアップデートしてくれてるんです。契約に従って1ヶ月に1回ぐらいアップデートしてくれてるんですけど、なんかアラートが出てても報告するって契約書に書いてなくて、報告してくんなかったところがあってですね。アウトソーシングの場合ですかね。そうです、アウトソーシングで運用してます。で、その時思った時に、お前ふざけんなよと、こんなの見つけたら言うべきでしょって思ったんですけど、お支払いしているお金を考えた時に、そういうなんか契約書に書いてないことを要求しちゃダメだなって思ったっていう感じですね。なんかこう、たくさん払ってるなら、はい、いや、わかるでしょ、なんとか通って書いてあるんだからぐらいで言えたんですけど、なんかあまりにちょっと、お金を渋りすぎてる契約だったので、これ書いてないって無理だなと思ったので、皆さん報告するっていう業務が入ってるかって契約にちゃんと確認してきて意外にね、運用するって入っててもね、報告するって書いてないですよねって言われた時に、そうですねって言って、もうすぐにお金積むから契約書に報告するって入れさせてくださいってやったことがあるんですけど、本当報告するって普通入ってるだろうってここのセミナー聞く人は思うと思うんですけど、いや入ってない契約ってあるんだなと思ったんで、でこれ辿ってみると、年々運用費用を値下げしたいっていう、ちょっとなんかこう安易なやつで、じゃあ値下げするためにこういう条件でって言って、要件削っていったら、まあそういうことになったっていうね。まあ、要件削りたかったら削っていいんですけど、削っちゃいけないものが何かがわからないとですね、もう本当、事故が起きるよなと思うんで、まあ契約の内容のね、見直しなんかにも広がってくるわけでしょうね。まあ、日本はコスト優先で、ね、なんかセキュリティもやっているので、まあ、そういった契約は非常に多いと。運用の設計とかちゃんとしてない会社なんて多いんじゃないですかね、そういったね。運用事業者さんがうまくやってくれてるからみたいな。そう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 、投げときゃいいな。ねえ。いや、そこも逆に新しい問題が発生するところもやっぱありますね。だから運用の会社が結局社内のインフラはそこまで知らなかったりして、規約上だけのものを、まあ、もちろんやってくれてるんですけど、それ以外の隣のものとか、少し変わったインフラがの中にあるっていうことは、中の運用者しか知らなかったり、中の運用者しか使ってないっていう感じになってくると、ご意思が入ってしまうと、それが全部見れるような状態になるので、そこから入れてしまうとか、ソックがそこでしかないみたいなこととかだったりするので。ずっと先にそっち攻撃したいかもしれない。それはまあ、大体見ると、はい、たまに分かってしまうみたいなところがあるんですね。まあ、端末を管理している事業者さんとネットワークを管理している事業者さんが別なんて普通にあるじゃないですか。この連携とかってね、されてないってケースもあるし、ましやソックがアウトソーシングされてると、中の業務なんか分かんないですよね、はい、アウトソーシングされてる人はね。そうですね、一番難しいと思います。
本来そのシーサートってそこも含めてやっぱり考えなきゃいけないんですけど、ね、でも結局自社の中の情報システムで収まっちゃうのが今のこのシーサートなので、はい、だからアウトソース先までちゃんと見ようとしてないとどうしてもねインセントに気づけながら、ね、後手後手のね体制なんですよ、うん、シーサートとか CIS とかの方を言うと、例えばまあみんな上のレアになるんじゃないですか。うん、みんなあの具体的なところまでは分からないので、例えばうちらはこのようななんか守らないといけない資産がここにありますと、このネットワークにあるんですけれども、そこしか知らないので、うん、じゃあそこのネットワークっていうところを守ればいいっていう話になるんですけれども、もっともっと深く行くと、行っていくと、実はそのネットワークがいっぱいセグメントがあって、そのセグメントの中でもいっぱいサーバーがあって、そのサーバーがどうつながっていて、どうその走ってというところまではもうその実際に運用しているエンジニアしか知らないというところもやっぱりあるの で上まで持って上がる情報としては、はい、私たちはこのネットワークを守りました、何かを入れましたみたいな感じなんですけど、実際にそのネットワーク的にアクセスできるところ ECL とかっていうところから見ると、管理者たちが例えば自分のためのなんかルートを残してしまったとか、正規ルートが守られてるのに隣からのルートが守れてないとか、バックアップために何があるとか裏道があるとかっていうところはやっぱり出てくるので、その辺もしっかり自分のシステムを理解していかないとっていうところがあるんですね。やっぱりソックで監視するときもやっぱり事業セグメントと他の汎用セグメントでアラートのレベル変えてもいいと思うんですよね。審査とか設計するときに最低ここのセグメントで何かあった場合は少なくともローでも上げましょうとか、うん、そういうような形の方がいいかなと思う。大体ソックさんとかも大体 IP とかで一律でハイ、これハイが上がってきたからじゃあ報告ねっていうとか結構多かったりすると思うんで、やっぱりだんだんこう横展開とかで奥に入っていったときにちょっとでもあって思ったときに、まあハイまでいかなかったりすると、うんうんうん、そこからもあなたがなかったりっていうのがあったりするので、ちょっとやっぱりレベル感は変えた方がいいかもしれないです。レベル感変えて設計する最低ここ最重要セグメント、ね、なるほどね、セグメントがね、まあ、それはユーザーによっても、うん、ユーザーにとっても同じくて、例えば何がっていうと基本的に攻撃が入るっていうのは、まあ、実行ファイルとか何とかしらファイルか、うん、オフィスのマクロじゃないですか。うん、で、そのオフィスのマクロを使わないユーザーで、グループとか、例えば HR の人たちが多分使うんですけど、どっかその新入社員っぽい人たちで、バイトの人とか、うん、というような人たちが、もしワードとかあんまり使ってない人がいるんであれば、そこの端末をまた別グループして、そこでもマクロを使うのは禁止するっていうところの細かい設定にしていかないと結構難しいですね。厄介なテーマ出てきましたね、マクロオフィスのマクロって本当にいろんなセキュリティ製品抜けてくるから本当にめんどくさいですよね。まあルスランさんはやりやすいんでしょうけど、まあでもないですよ。あ、そうですか。いやでもマクロって本当全社員が一律に実行できるべきかを考える必要ありますよね。便利だし業務に必要な機能としては分かるんですけど、そうですよね、マクロね、ここのセグメントとかここの部門はマクロ有効にするかどうかとかって変えないと難しい部分はまあありますね。全社員許可して守っていくって大変ですね。いやまあでもユーザー数が増えたりとか、いい IT 会社だったりすると、まあ、全部許可っていう未来も見えたりするんですけどね。その情報資産を先ほど、ね、分けてやった方がいいって言って話ありましたけど、その重要性と重要度をつけられてないと思うんですよね。うん、なんだかんだとりあえず機密性 1,2,3 ってつけたけど、いや全部重要ですって経営者が言うとか、うん、なんで結局どこを守らなきゃいけないのかっていうのがちゃんと定義整理されていないのが根本的な問題 でデータも整理できてないのに多分ゼロプラスだよというわけが分からない話になってくるわけですよね。はい、なのでそこでやっぱり根本的にやった方が、そうですね、全部大事です。全部いや基本的にその会社に行って話すると、うん、じゃあ大事な一番守りたい資産はどこですかって聞くと、たまに分かんないところもあるんですね。こちらは別に大事な資産何もないとかっていうところもあります。うん、いやまあ会社が何かで生きていくからそれで何かが絶対あるでしょっていうところで、うん、まあ、リプテーションリスクとか、うん、いうようなことがあるんですけど、いやまあそれ以上でもいろいろあるの でそれをちゃんと分かって分離して、いやここはもう絶対守らなきゃいけない、そこにも関心も何でもものすごくつけられて、例えば逆にインフラとか、うん、まあ、オフィスネットワークに入られたにしても、そこのところにはもう行こうと思ったら、こういう人はもう全然すぐバレるとか見つかるっていうところまでは持っていければいいと思いますけどね。先はね、よく言うんですよ、中小の経営者に、うちに情報ないから、はい、重要な情報ないから大丈夫だよ、言うんですよ。情報の価値って別に自分たちでもちろん分かってほしいんですけど、うん、いや、あなたが決めちゃって、むしろこういうルスなんてもそうかもしれない。外から見てる人の方がその価値って見つけ、ね、判断するんであって、うん、でそこらもうちょっと、ね、ちょっと理解した上でってくれた話で、ね、経営者に対してします。
本当そうですね。どうするかって話ですね、その辺ってね、情報の管理とかレベル上げとかって。でも最初にね、先ほどあったそのサービスをウルさんとか、電気質攻撃を先に受けているって非常に大事だ。で、逆にそれで気づけてよかったじゃないかっていう話です。やっぱり聞いてて思ったのは、どうしてもそのテストっていうと、その情報システム、シーサートの一部でやるっていう話になってしまいがちだけど、それこそちゃんと演習化して、まあ、先ほど出てましたけど、それを演習化して、シーサートと、いえばアウトソーサーも含めて、やっぱりやるぐらいしていかないと、1テストでも終わっちゃうともったいないです。このようなテストは、まあ、例えば一例で言うと、まあ、スタートして、で最終的なゴールが決まるではないですか。それで例えば、まあ、大事な資産だったり、個人情報、まあ、会社によって個人情報とか、あとソースコードとか、あとそこのネットワークセグメントとかっていうところの設定もありますので、まあ、そこまでたどり着けるというところがメインになるので、でこちらのやり方としては、もちろんその横展開特権昇格とか、まあ、必要なものをやって、そこまでたどり着くというようなところがメインになっていて、そのうち、例えば即未検知でやってほしいというところであれば、まあ、例えばそのこれが正規ルート、これが正規ルートではない、これから、じゃあそこからやってみるみたいなところでやってみて、最終的には即にも何も検知がなかったというところはまあ分かってしまいますと。で、そのテストが終わってからもちろん報告書を作って、で最終的に、すり合いがあるんですね。例えば、そこにこちらがこれぐらい のコマンドとか、国を展開したり、これをやりましたので、そこ側は何が見つけましたっていうところで、何も見つけませんでした。なるほど、じゃあ、この辺をこの風に見るべきとか、この辺は攻撃者であればこの風に入れるとかっていうのをすり合わせやって、結局会社にとっては全然プラスで、そこでやっとその新しい対策監視とか入れられるようになるというところですね。で、運用の方から見ると、まあ、例えばパスワードが脆弱だっただということだったり、運用、例えばその分離が悪かったとか、あとよくあるのは何でしょう、共通パスワードとかですね、まあ、共通パスワード嫌だなめっちゃありそうじゃないですか。そうですね、まあ、パスワードキーがやっぱり1位ですね、今のところは。あと例えば自作ツールを作ってあって、それがツープの端末にあって、でそこにローカル管理者のパスワードだったり他の端末のパスワードが含まれてるみたいなところも、まあ、人によって作ったりするんですね。でそれだったら、まあ、そこの問題ももちろん報告に入れて、まあ、今度直していきましょうというところプラス、ソックの方もどうやって守っていくっていうところですね。もちろんソックがある会社なんですけど、なければそれもじゃあちゃんと設定しましょうみたいなところですね。最近始めたなんか結構評判いいサービスがあるんですけど、ペネトレーションテストもそうなんですけど、ログのトレーサビリティの向上を目的としたものがあって、じゃあ実際ルスラーさんにこう叩いてもらいましょうと、バチバチバチって、大体もうゴール達成しちゃうんですけど、その後にじゃあルスラーさんが何やったか説明できますかってお客さん側の方に聞いてるんで、で、大体こう攻撃の線があって、そのうちはどこまで説明できますかっていうと、ここだけだったり、最初の部分だけだったりとか、最後持ち出されたところも説明できなかったりとかあったりして、じゃあ何をやってったのかっていう時系列を少しでも情報を取っていくために、一回じゃあ最後答え合わせやってみましょうかっていうので、じゃあ一回どういうことやったか教えてくださいっていうので、それと合わせて、じゃあ実はこの時系列でこんな感じのことをやってました。で、説明能力を向上ができるっていうのと、もう一個は検知ポイントっていうのは、自分たちにとってどこが大事だったのかなっていうのをなんか振り返るっていうのが、意外にユーザーさんいろいろ叩いてる中で、なんでここ見てないんだろうってポイント結構あったりするんですか？じゃあ1個だけ挙げるとすると、やっぱ結構ここ設定漏れてますとか、ここの設定ちょっと足りないんで、もうここ変えたらよかったのにみたいな、よくあるパターン1個紹介するとどんなやつですか？意外とその、まあ、さっきもアンチウイルスもそうですし、認証も見てなかったりとかって結構するんですよ。認証のログというか、認証ログとか、サーバーの、あと、なんですかね、結構、認証系はやっぱりその運用が難しいんだと思います。実際に夜とかにこう認証エラーがひたすら続いたりとか、この時間なんでこの人ここに入ってんだろうとかっていうのまでは見切れてないっていうのは結構多かったりします。そうですね、まあ、例えばアクティブディレクトリで言いますと、アクティブディレクトリにドメインコントローラーをログインするとか、というところで、まあ、いろんなイベントが発生するんじゃないですか。でそれでもちろんそのイベントログを解析していくと、そもそもブルートフォースがやられているところも分かりますし、でなぜかそうログインしようと想定していないユーザーがログインしてしまったというところで、一応アラートを上げられるんですね。ただしそれも全然何もやられてないところもありますので、今までまあ実例で言うと、一つの会社はめちゃいい自作ツールを作っていて、それでイベントログを取って、まあ、少し変なのがあれば、まあ、アラート出すようなことが見たことありますので、すごい
ね、いいと思いますね。あらね、ログのパターンをいくつか分かってっていうのは大事ですよね、そういう、ね、そうですね、ツールでも。なかなかその辺分かっ、手をつけられてないというか、優先順位が上がってないっていうところなんですかね。そうですね、結局その、なんと言えばいいんだろう。対策も一発で全部やると思えば多分無理だと思いますので、少しあの増加するとか、あと分離してやるっていうことが一番大事になってくるので、例えばまあ今まで見てきた環境であれば、そのタイヤ化する、うん、アクティブディレクトリの中にもタイヤがあるんですけど、うん、もしあのセキュアに作ろうと思えば、タイヤ0が例えばその、うん、あのドメインコントローラーだったり一番重要なサーバーということになってたり、その次があの例えばそのアプリケーションサーバーとか、うん、ファイルサーバーとか、まあ、サーバーキーですね。で一番下があのユーザーキーの端末っていうような感じで、そもそも上に行くためにまた違う全然権限が必要だったり、うん、で上の人たちの権限で下の方には入れないというようなところの作りが、今までまあ似たような作りが見たことあるんですね。うん、なかなかあのそれって事例はどうですか、多いですか、それちゃんと作ってる例っていうのは。少ない。やっぱ少ない。思ったより少ない。まだまだ。まだまだあのいろいろな点で課題があるんでしょうね。やる実施に向けて各企業、そこまで至ってないっていう。でもやりたいですよね、そういうね、ティアごとに分けてっていうのは。うん、本当は、あれですよね、IPA のなんかコード、標的型攻撃のなんか動機、設計ガイドみたいなやつでも、そういうようなことが書いてあったと思うんで、そういうの大事ですよね。まあ、結局、はい、あの、問題としては多分管理者たちが、もちろん運用側だから自分のためにまあ作っているので環境を、それで守る側とかそのセキュリティ系を分かっている人がいれば、もちろんそのアドバイスして何かこの風に作りましょうというところがあると思うんですけど、基本的にまあほとんどの会社は管理者やってる、管理とかやってる人があのイコールセキュリティみたいな感じになっているので、それが一番大変なところで、そうですよね、うん、だって一番管理やってる人の目的が動けばいいっていう話だから、うん、でそれをなんかすごい動きにくくしてセキュリティ上げていくっていうところで、すごいバランスが取りにくいっていうところがやっぱりありますね。それぐらいの組織だとなかなかあの、エンジニア内部の管理者に対する牽制っていうのも効かないから、まあ、そこまで求めるっていう組織体力として難しいのかもしれないですね、それだとね。でもある程度大きくなってくると、まあ、例えばソック持ってたり、シーサーと持ってたりしてくると、まあ、そういう状況じゃなくて、もうちょっとね、組織だってやれって感じになってくるね。その管理者、営業と違う部門から移動してきて、あるあるじゃないですか。それはあります。そもそも、ね、知識がないのに管理者になりましたので、まあ、ざらにある、ね、ローテーション、ね、なんか先週まで僕はあの、スーパー立ってたんですけど、なんか人事異動で総務に来まして、管理者になりましたみたいな人いたりするんですけど、本当にいるんだって思いますよね、ああいう人って。なんか、苦労が忍ばれる。いや、大企業になればなるほど、そのローテーションが絶対にあるので、で、やっぱりね、あ、ちょうどその3年とか5年やって、うん、あ、ある程度覚えて一緒にできるようになったっていうタイミングで移動。そうですね。あと大変なのは結局その運用側とセキュリティ側とソック側とかって分けられていて、で運用側にセキュリティ側は何か言ってくるんじゃないですか、この風にやってくださいみたいな、でそれで争いが始まるとか、で結局どっちが強いかとかっていうのも出てたりして、で会社によっては例えばそもそも管理者だけじゃなく開発者たちが強いっていう感じになると、じゃあ開発のために何でもやってあげるみたいな感じになって、それでまあフラットになってたり脆弱性が出てきたりっていうするような会社もたまに存在するのもありますね。だからその辺もまあポリシー的にいろいろ考えていかなきゃいけないところですね。開発者の端末から本番用の DB を触れる会社って結構あると思うんでね。結構このリスナーの中にもドキッとしてる会社あると思うんですよ。開発エンジニアのパソコンから何でもいけちゃうぜみたいな、ステージングじゃなくて本番の DB に触れる会社って結構あると思うんですよね。そうですね。いやー、そういうのね。でもまあそれが開発効率としてはいいんでしょうけど、ある程度の大きな組織になってきたりとか重要度が上がってくるとそれでいいのかなというところね、チャットにね、ドキ代理ってありますからね、ドキって書いたチャットに書いてくれた人は他に事例をいっぱい知ってるってことですね。いつかここの、ウェビナー座談会にご招待いただいてお話しいただくことがあるかもしれないですね、はい、でも今本当に大事ですね。あの、シーサーとの、まあ、専門シーサーなんですけど、シーサーとのコンシテンシー、範囲にそのあたりP につながるような環境がどこまでちゃんと入っていないのか、うん、開発環境や別ですとか、うん、やっぱりその C
審査とか本来前提を見なきゃいけないんだけど、そこは見てないですよとかのターンがあったりして、うん、それでそこでどういうセキュリティやってログ取ってるのかって分かんないのがザラにあったりするので、今なんでシーサート作ってるのにそこは関係ないですよってやっちゃうんですかね。それなんでなんですかね。とりあえずはシーサートを作るっていうところだけがやっぱりここすもうずっとですから先行しちゃってる、うん、まずシーサートがないと立場上よろしくないんです。そうですね、うん、まあ、なのでそれで一時期 NCA にシーサート協議会にボンと入ってきた、うん、まあ、それが一つの証明ですから、まず大事だありましたけれども、まあ、実際はやっぱりオンラインのシーサートって本質 NCA が組織全体的にはできないし、うん、シーサートのようにそもそもチケッティングシステムがなくて、うん、ちゃんとインセントイベントも管理ができてなかったりとかするのはザラにある話。ザラにあります。あの NCA に入ってる企業の何割ができてない。それ言ったらまずい。私がたいですけど。できてると信じたいです。そこはね、NCA は、ね。でもこれからのね、組織さんもあるわけですよね。そうですね。はい、NCA。あれところで NCA に入ったといえば、最近イエライも。はい。ようやく。ここで鈴木さん担当でしたっけ、窓口。あ、はい。僕、私やらせていただいてます。そうですか。ぜひ。ちょっとまだ、あの、運用が本格的に始められてないんですけど、社内がもうアラート件だらけなんで、あの、いろいろファイルは使ってもアラートばっかりどうしようかなと思って。そうですね。ルズランさんのネットワーク監視したら、だって、攻撃ばっかしてるわけですよ。攻撃ばっかですよ。攻撃パケットしか飲んでないんで。そうですよね。なんか、大丈夫かなっていう通信がいっぱい出ていくわけですからね。まあ、事業特性からしても、まあそういう事業特性ですから難しいですね。でも、やっと NCA にイエライも入って、はい、お世話になって、萩原さんのご尽力のおかげなので、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。でもどうなんですかね、NCA 今何千社、2000社ぐらい入ってるんですか。いやいや、そんなに。まあ、僕らの C さんとは全然それぐらいと信じたいですけど、はい、400社ぐらいですね。でも400社ですから、今日の視聴者100ですから、まあその4分の1ぐらいはもう聞いてくれてるという。そうですね、きっと入ってると、ね。いや、でも。NCA でいろんな活動をされてます。NCA の何担当なんですか、萩原さん。何担当でしょうね。何担当難しいです。まあ、どちらかというと私は法制度研究 RG っていうのをこう持ってたりですね。最近は工場セキュリティ RG っていうのを持ってたりとか。工場。あのファクトリー。ファクトリー。CSAT じゃなくて PSAT になりそうなやつ。それはもう S か M さん、ね。ああ、もうそっちになっちゃうんですね。そうですね。で、あの、別に、さっき分けなくていいんですよ、本当は。うん、別に C だろうが P だろうがないからね。でもやっぱりあの日本ってやっぱ縦割りなので、うん、担当の役員が違うと違う組織ができる。ああ、頭痛い話ですね。CSAT は情報システムの役員がいて、PSAT は製品の品化の役員がいて、工場は工場長たちの役員。うん、だそれで立ち上がるんで、いちいち必要なんです。うん、じゃあそれを統合してるのと、ログもそうです。そうですよね。だって社長が命令しろって言っても、社長はだって工場上がりだからさ、口出せないよねってありますよね。そういうパターンですよね。結局、どこが役員から上がってこられたかで、その自分の部門はいけるけど、他の部門に口出しできないみたいな、うん、まあそういう社内の体制だったりすると、悩ましいですよね。うん、いや、本来論で言うと、ちゃんとできるべきで経営層がやるべきなんですけど、会社の成り立ちからして、よそ部門に口出しができるかっていう、うん、問題になってくると、セキュリティをどう横串を刺してやるべきかっていうのは、まあ本当はやるべきなんですけど、もはやそれは経営してどうやるかって話です。あ、だから、萩原さん、いろんな経営的な活動が多いじゃない本当に経営に、やっぱり経営者はセキュリティ、経営者見ると分かるけど、セキュリティって本当ごく一部がないですか。かセキュリティだけ考えられると、まず無理だなと思ってるんですね。うん、だからその中にいかにセキュリティのエッセンスを差し込んでいくかというところで、最近はもう、危機管理ですよっていうふうにこうねじ込んでいったりとか、うん、いろんな形でこう BCP ですよとか言ってねじ込んだりっていうような活動はよくやってます ね、うん、確かにね。ちょっとずつ頭に残しておかないとですね、会話できないですもんね、そういうキーワード、ね。いや、BCP だとサイバー攻撃に入ってない会社さん結構多いんじゃないかなと。そう、ね、入ってないでしょうね。地震とかそういうものは結構多かったりするんですけど。まあそうですよね。BCP の計画という紙は存在するっていうのはいっぱいありますよね、多分ね。ああ、そう。マニュアルもそうです。マニュアルもそこにほぼりかぶってるけどな、そうです。連絡先リスト更新してますかって。あ、この担当変わってるみたいな。そう。いや、本当のベタな話なんですけど、1年に1回ぐらいちゃんとその BCP のリストとかにある連絡先リスト、ちゃんとつながるか確認してほしいですよね。結構確認されてないですよね、多分。あの、さっきあのネットワークフラットって話しましたけど、あのランサムウェアがパンデミックで起きたときとかって、BCP で発動できるんですかね。おお。なんか、どうやってやってるんだろうなと思う。いや、BCP はもう全部止めることになっちゃうんじゃないですかね。継続できてないですもんね、フラットと。コミュニケーションとかってどうやって取るんですかね。電話電話ですかね。いや、なんともう、残しいかどうかは分かんないですけど、だって、偉い人って、
俺は困ったら電話してくれればいいからって言う人います、ね。いやみたいな。え、メール使いたいのお前がサボりたいだけでしょみたいな。俺いつでも24時間電話してくれていいからみたいな。いやいや、もうそれじゃ仕事回らないんで勘弁してくださいみたいな。うん、っていう偉い人も、電話でいいよっていう、いや、みたいな感じっていうのは、いらっしゃいますよね、多分。いますね。経営者って最近の技術に追いつけないじゃないですか。いや、スラックだとか、スクールとか、ね。なかなかね、そうやって言ってらんない。そんなんてらんない。問題ですよね。うん、まあでも事業継続できないし、ネットワークはフラットって、いや、ネットワークフラットってすごい難しいテーマですね。海外も含めてネットワークフラットっていうのは本当は頭が痛いんですが、最近まあね、いろんな大きな事件で世間を騒がせてる事件って、ここ海外のネットワークがやられて日本に入ってきて、日本のなんか大丸がやられて偉い騒ぎになってるよねっていうのもあると思うんですけど、海外とかってもうコントロール効かないですけど、海外、ペネトレーションテストやるときに、ルスランさん、海外のネットワークまで入ることあるんですか？入ってみたら海外の。日本の会社の海外のネットワーク、うん、まあ、あったりしたんですね。あと、日本の会社で海外のオフィスではないけど、まあ、買収した会社とか。買収したね。厄介ですね。M&A とか買収したときの会社のセキュリティのチェックって難しいですよね。まあ、一応、アメリカとかで言うと、買収する前にペンテストをやって、それで、まあ、基本的にそのような形でやってるところが多いんですけど、だって例えば買収した会社のネットワークが本社とのネットワークとなんとかつながるんじゃないですか、例えば ED とかっていう感じ で、それでつながった場合はいろんなリスクが出てくるので、そこのネットワークからここに、まあ、フラットではないとしても ED 経路でなんか例えばフォレストを乗り越えていったとかっていうところもやっぱり存在しうるので、まあ、それでペンテストをやってから買収するっていうところが、いやー、それはすごい流れですね。いや、そうか、それ大事ですね。確かに、ね、日本で僕はすいません、日本の事例を聞いたことがないんですけど、私も聞いたことないですね。やってるのかな。やってないと思います。まだそういう状態じゃないですよね。セキュリティの議論なんか M&A に入らないですもんね、まだね。いや、それはまあ、でもまあ、本当はやってほしいなと思うけど、まあ、そういうところじゃないんだろうな、っていう。うわ、やっぱでも、海外で気にしてるところはそうやってやるんだな、と。いや、買収って悩ましいですよね。買収だの、安定しただの、あとネットワークがどうなってる。共通の基盤があってそこに乗っかれるとね、それある程度、そのある程度、デザインがある程度できてればいいんですけど、うん、そういう、そこまでこうできてるわけじゃない。うん、で日本の会社なので買収してね、そのシステムごとで、まあね、昔から銀行もね、そのシステム統合するだけでも何十年だったって感じがぐらいです。みずほ銀行の苦労の歴史の本だ、関係者のなんか血と汗と涙が滲んでる本だなみたいなね。いや、本当あれを見たときに思いましたよね。でもあれこそ本当象徴ですよね、システムとか、うん、まあ、セキュリティーそんな感じなかったかもしれないけど、 その時にちゃんと考えないで、もうとりあえず、あときはもうね、組織がまとまるっていうのもいい、うん、あれです。はい、いや、大変で、それってもあるでしょうね。そういう組織の難しさっていうのはね。シーサーとくっつけるんですかね。なんか会社くっついたらみたいな話とかになりますよね。うん。そうですね。シーサーと。片っぽはあるとか片っぽはないとかって、うん、そうですね。まあ、一番上にシーサーとかあれば、うん、あと一番多分大事な問題としては、そもそもそのシステムの把握が何になってるかっていうところを、まあ、具体的なところまで把握できるかどうかってことですね。シーサーとって言われても連絡体制、さっきの話じゃないですけど、うん、その連絡体制をまず最優先してやる、うん、そっからですよね、本番的だけど。まあ、ここにね、今日聞いてきてる人は、そんなね、M&A の担当の人がそんなに多くはないのかもしれませんけど、うん、でも、いざ自分の会社が、なんかよその会社が入ってきたぞなんてことあるとね、みたいな。そういったような、CSO とか、あの人たちが、やっぱりどうしても、取締役とか、その本当の経営層にいないんでしょ、うん、だからそこにもしその CSO がそこに入ってれば、あ、買収って話になるんだよ、まあ、じゃあセキュリティ持ってなるかもしれないけど、だいたい日本の CSO とかっていうのは、だいたいこう、役員になるかならないか、うん、ちょっと執行役員、だいたいそういう形になってるので、うん、そこもなんか根本的に問題なのかなって気にします。でも多分役員からだと、あれですよね、早くシナジーを出せって言われますよね、買収したら。ね、まあ、効果を出せみたいな。そうです、皆さんアクセルが踏みたがりますね。じゃあ、システム統合かってなる前に、じゃあ、とりあえずお互い聞きしやすいようにしてみましょうかみたいな、そういう話も結構出てきたりする。アクセル踏みたかったら、まず優秀なブレーキが必要だな。うん、そうですね。そこら辺の考え方の経営者は分かってない、正直。うん、だってアクセルだけの車に乗りたくないじゃないですか、ね、正直言うとどこまで走っていくんだみたいな。お金持ってるんですかね、そういう会社さんって。
賠償金払えばいいと思ってるんですかね。いや、考えてないと思う。そもそも先ほど契約書とかね、問題もありましたけど、そもそもちゃんと見てないと思うから。この辺はね、ちょっとやっぱりいろんな課題が出るけど、組織がくっつくっていうのは難しいと思う。組織と組織のなんかね、難しさっていうのはありますよね。本当ね、やっぱそれは大変なとこだなと思いますよね。さっきでも途中でお話突っ込むの流れちゃったんですけど、シーサーとソックの連携の難しさみたいな話っていうのも、今日のテーマに入れてたわけですよ。で、そういうのを、パープルチームとかって言うんでしたっけ、なんかその名前ってあんまり僕浸透しないと思うんですよ。知ってる人は当たり前に浸透してると思うんで、パープルなのみたいな話で、ちょっとそれ鈴木さんちょっと説明をちょっとお願いしたいんですけど。もともとパープルチームって、うん、その前にレッドチームっていうのがあるんですよ。レッドチームって、もともと軍事用語になってて、実際に攻撃する側の方をレッドチーム、うん、で、守る側の方をブルーチームって形で、実際に攻撃を、基本的には何も通告なく攻撃かけてもらって、でそれを防御側の方がどれだけ、防御したりとか、あとは察知したり、後々やれちゃったでも察知できたらとか、そういったものを机上じゃなくて実務を含めて、対策状況はどうしているのかと評価する。で、実際にそのパープルチームっていうのは色がちょっと掛け合わせになって、レッドとブルーの掛け合わせになるんですけど、レッドチームを演習し終わった後に、レッド側の視点とブルー側の視点を踏まえて両方で改善活動を行うような形で、対応させていただいています。赤と青で、そういうパープルチームってまだまだ言葉に出てきてないなっていうか、浸透してないな。だってレッドチームですらまだそんなにかなって思ってるんですよね。分かってる人はもちろん知ってるけど、そんなにパープルチームについてどうしますかなんて相談を受けないし、地方行ってこう行っても、ましてやレッドチームについての相談なんてないし、みたいな。まだまだそこのまでに至ってないんですかね。大事だと思うんですけどね、そういう連携をどうしていくかとか、さっきのログのトレーサビリティどうするみたいな。結構、ルスランさんにあちこち、動かれたのに何も記録残ってませんでしたみたいになると、ほっとしますよね。僕、ここの部屋も入りましたけどみたいな、嘘みたいな。でもそこはソックさんがやってくれてるんではないですかね。そうですね、大体そのセキュリティーレンとインシデント、アウトソーシングして丸投げしてるから、そこは、業者が気づけるっていう話になりますよね。そうですね、それで多分一番大事なのは、やっぱりその、自分の会社のシーサートとかソックチーム、ソックチームがいれば、ちゃんと自分の設計を分かった上で、ここの部分だけがもうちゃんと分かってるから、とはいえ自分たち の実力で全然できないので、じゃあオートソーシングしてもらいますという感じでやっていけばいいんですけど、丸ごとに投げたりするっていうところもやっぱりあるので、自分たちさえ何も、そこまで分かんないのに、じゃあとりあえず頼めば何かやってくれるでしょっていうような形で、それでやっぱり問題がいろいろ発生してしまう。だからアウトソーシングも日本のアウトソースってコスト削減っていうのが目的なんで、守るためにアウトソースするっていう意識ではない。そうですね。シーサーとかソックが言ってることなんだか分かってない限り結構ありますよ。おお、なるほど。特に大企業とかになってきちゃうと、ローテーションとかだったりして、あんまりサイバー攻撃とか、そういう技術詳しくない人とかも出てきたりするので、シーサーとかアラートを上げたと、ソックアラートを上げたとしても、シーサーとかソックのアラート内容を読み解けないとかって結構あったりするんですよね。これ本当にやばいのかどうか分からない。でとりあえず上質に聞いてみようみたいな形でいろいろ部署たらい回しになって結構時間かかっちゃったりとかってあったりして、あと最近気になってるのが、これソックなのかシーサットなのかどっちかわからないですけど、向いてる先がやっぱ社内に向きすぎてる気がしてて、例えばルスランさんとかこう攻撃かけるときって、いわゆるオシントって言われる、公開情報を使ってアタックをかけることがあったりするんですけど、意外とインターネット上に公開されている情報の中に、企業の内部情報だったりとか、企業多分出して、これが外に公開されているって知らないんじゃないかなっていう情報が結構出てたりするんですよね。なんかそれを社内の環境を見てこうアラートを見るだけじゃなくて、外側に自分たちの情報ってどれだけ公開されているのかっていうのは、一回多分見た方がいいような気がします。結構ありますよね。結構あります。僕は今まで見つけてびっくりしたのは、ある大手のこう IT の会社さんのですね、社員さんが、
真面目にブログを書いてるのを見つけたことがあるんですよね、真面目に技術を勉強したいんだっていう熱意がすごく感じられて、一生懸命毎日勉強したことをブログに書いてるんですけど、明らかに社内の URL みたいなのが書いてあって、社内用語まで記載したなんかこうインターネットの公開上のブログに一生懸命技術の、ブログを書いてて、あ、頑張ってる人いるなと、いいネタではこういうことやってんだなって思ってたら、なんかどう見てもなんか理解できないキーワードとか、あれこれ一般用語じゃないよねっていう3文字とか、え、もしかしてこれってあの会社の関係と思って考えちゃうと、なんかこうキーワードで、あれなんか社内用語でこれ社内リンクじゃないのみたいな、まあ、実際にたどれないんですけどね、そのリンクしても、でもなんか明らかになんかこういう構成があったらこうたらってちょろちょろと入ってるんですね、 100% じゃなくても全体の 1% 2% ぐらいのところにそう書いてあって、あーこれってなんかまずそうだなみたいなことがあって、たまたま知ってる関係者がいたんで、ちょっとなんかこれブログ消した方がいいんじゃないですかみたいな言ったりとかもあるんですけど、そういうのルスランさんめっちゃ調べるんですよね。基本的に調べます。基本的にあの GitHub が多いですよ、うん、GitHub ね、GitHub、 あの要は開発者が、うん、まあ、自分のアカウントと会社のアカウントを使ってたりして、なぜか自分のそのプライベートの方じゃなくてパブリックの方にプッシュしてしまったみたいな感じで、GitHub って基本的に全部履歴が残ってしまうんじゃないですか、うん、コミットとして、うん、それで削除したのに、うん、前のコミットを見てしまうとそこでキーが入ってたり、うん、でそれ使うともちろんあの本番確認に入れたりっていうのも今まで何回かありました。 GitHub のセキュリティリテラシーっていうだけで超重要ですよね、うん、教える方法。 そうですね、まあ、それは多分その教育だったり、うん、あと何かしらの、まあ、ツールを自作して作るか、うん、まあ、手でやるかみたいな感じでやっぱり見ていかないといけないところもあります。 API のキーとか本当ゾッとしますね。そうですね。あとあの、まあ、外部っていう、ご信徒っていう意味で言うと、うん、基本的に最近の会社ってあのクラウド系をよく使うんじゃないですか、うん、でクラウド系で例えば HR とかあと Salesforce みたいなものとか使ったりして、うん、でそこは例えばそのサービスに書いてある通りに使ってるのに、うん、そこで脆弱性があったりするっていうのもやっぱりあるものですね、うん、特に最近であればあのバグバウンティとかよく流行ってるんじゃないですか、うん、でバグバウンティやってる人たちがもちろんそのバグバウンティの対象の会社のそのものを見つけて、例えばファジングして、うん、なんか脆弱性を見つけてどっかに記事としてアップしてしまう。でそうであれば同じものを使って他の会社にも攻撃してできるんですよ、うんうん、でそれが例えば、まあ、対象の会社がバグバウンティみたいな対象、ね、じゃなければ、まあ、悪意のある攻撃者がそれを使って実際にそのクラウドキーの中に入って会社の情報を見れるみたいな感じもできてしまうというところもあります。クラウドサービス側がやられると本当シャレにならないのにあるんですよね、どうしてもね。あります。それがもうクラウドの責任でもありますけども、まあそうですね。あと、まあベストプラクティスの設定になってるかどうかっていうところはもう会社側の問題にあっています。二要素認証ぐらいなんかこう、ね、ちょっと身につけてほしいですよね。そうですね。まあ、パスワード管理についてそれですね。そうですね。まあ二要素に、あれ、前、ルスランさんと話して話題になったのかな、二要素認証をするよねと、じゃあ、二要素の2つ目、どこで持つかみたいな議論があって、はい、あの、社用形態を社員に与えていないのに、状態で二要素認証をどう持たせるかっていうのが難しいよね、みたいな。社用デバイスがあれば、そこに入れればいいよねと。じゃあ、個人のスマホはみんな大体持ってるとして、そこに二要素目を持たせるかどうかみたいな、なんか、使用会社なのに、だからなんか私物に連絡来ちゃうわけみたいなっていうのが、アレルギーがある人たちがいるときにどうするの、まあ、ちゃんと普通にね、社用デバイス与えなさいよとか、済むんですよ、大体そういうところって与えてないとか、どうするんだろうなみたいなとかっていうのが課題だなっていうのと、同じようにこれが、じゃあ、あったのは、なん1台だけ社用スマホがあって、それをみんなで見るみたいな。これどこのアカウントに紐ついてるんですかって聞いたら、今度は共通アカウントだったってオチで、共通アカウント、二要素認証を外してやってたと。いや、だから、なんかこれって、まあ、なんかちょっともうちょっと残念な感じがするなって思ったんですけど、二要素認証をやるべきだというのはあるけど、それをどのように運用していくかみたいな。まあ、最近であれば、いろいろ物理トークンがあるんじゃないですか、UB キーとか RSA トークンとか、その辺を買ってみんなに配れば、また問題がなんとなく解決されると思うんですね。お金出さなさそう。多分できないですよね。やんならそうですね。でも本当、テレワークできるのとできないって、完全に触れるじゃないですか。確かに。でもそれも割り切って、もう完全に BRD なんですよ。確かに。
もうある意味その割り切りで、うん、もうそこだったら BOD だから入れさせてくれっていうふうに、もう振るしかないじゃないかって気がするんですよね。まあそうですね。うん、尿素飲酒がないっていうことは、まあないかな、うん、やっぱり、ね。最近から、まあ内部の、例えばその、そのプロダクション側とか本番環境に入るための尿素飲酒がまあ多分社内で使って入るんですけど、最近ずっとやっぱりクラウド系、うん、オフィス365とかその辺を外部からアクセスできるようなものになっているので、もちろん会社によってそのアクセスの制限いろんなあの形でやってはいるんですけど、うん、まあでも例えば尿素飲酒があるからそこで入れるとかっていうような会社であったり、あと何もない会社もあったりするので、うん、それはまあ考えておかないといけないところですね。オフィス365とかにやっぱあの実は入ってしまうと何ができるかっていうと、例えば攻撃者が1人だけをフィッシングできて、まあ、認証情報は取られたと、またはどこかで見つけてしまったとかっていう感じで、オフィス365に尿素認証で入れば全員のメールアドレスがまずもらえるし、そこの人の権限で見れるものは見れるし、メールも送れる。だから内部フィッシングができるようになるんですね。で、内部フィッシングであれば信頼度が高くて、もっと開いてくる人が全然増えるっていうところで、また攻撃がさらなる攻撃につながってしまうっていうところです。O365 のアカウント取られて、Teams とかでちょっと教えてとか、ペローンって送られてきたら、本当わかんないですよね。顔見えねえし。送って削除すれば、まあ、そもそも送られたこともわかんなくなるっていう。ねえ。いやで、ファイルストレージも最近は連携してるんで。うん、すごい厄介ですね。そうですね。SSO が今すごい最近あるので、例えばもう Office365に入れてしまえば G Suite に入れる。そこからもう SSO で Slack に入れる。そこからさらあのまた SSO でまたどっかに入れるみたいな感じがやっぱりあるので、最終的にもしかして AWS の本番環境まで入れるっていうところもやっぱり存在しているものなので、それでまあ終わってしまうとか。いや、クラウドメールサービス、本当いろんなところで使われてくるんですけど、そこはちょっとみんなやってほしいですけど、やられるところに限ってやってないっていうところですよね。なんか、安くなるからって言ってメールサービス、どなたかが売り切って O365 もポポって安いやつ入れて運用してるけど、いやいや、ちょっとそこだけちゃんとやってほしいなと思うけど、まだまだそこら辺がうまくいってないっていうケースはあるよな。やっぱり設定の問題とかもいろいろあったりするので、あの最近ツイッターで流行ってるのは見たかもしれないですけど、例えばエージェント、ユーザーエージェントを変えるだけで2段階認証突破できるっていうのは、まあやっぱり例えば一般の携帯から入るときには2段階認証なしで作ってあるので、じゃあ自分からまあ奪った認証情報を使ってユーザーエージェントをそのスマホのエージェントにすればもう入れてしまうみたいなこともできてしまう。これもあったりする。あれってどう、ね、なんか嬉しくないですよね。なんかそれだったら最初から教えておいてくれれば自衛すんのにみたいな、はい、急に分かった話ですよね。なんかああいうのとか、あとなんか O365 とかだと今度ねなくなるんでしょうけど、レガシー認証の問題とかあるじゃないですか。あ、それはあります。それはいっぱいありました、ね、レガシー認証の問題とかもなんか消せで今誰が使ってるかちゃんと把握しなきゃいけないし、ね、どうやって消しあのそれをやめていくかっていうプラン立てなきゃいけないんですけど、割と早い時期から O365 を使ってる人たちはそのレガシー認証に依存してスマホのアプリでメール見てたりとかするんで、うん、そこをレガシー認証ちゃんと消せるかどうかっていうのはポイントだよなと思ってるんですよね。そうですね。そこにも2段階認証がつけられてないところもやっぱり多かったりします、うん、そうですよね。2段階認証ね、認証ね、つけられないんだったら、もしもパスワードだけでやらざるを得ない企業があるとは思うんですよ、本来やらなきゃいけないと思うのは、はい。だったら、パスワードもちょっと考えてくれって話も当然になると思うし、そういう会社に限って簡単なパスワードだったりと組み合わせがなかったりとか、そうですね、長く作りたい繰り返しとかってなくなる、はい、そういうなんか根本的なところもね、ちゃんとやった上で、ちゃんと認証考えるってこともやってほしいなって。そう、明らかに面白いパスワードつけてる人いますよね。こうキーボードを指でちょろ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 ってできる人っていますよね。並んでる順番じゃないか、うん、トントンじゃなくてちょろちょろちょろってやる人いて、あ、そういうことみたいな、なんかね、カフェとかで作業してる営業マンの人が急いで電話してる風の人とかを見ると、なんかパスワードそれみたいなのが、ちょろちょろって動かしてるからすごいなって思っちゃいますね。そうですね。でもパスフレーズって言われてるじゃないですか。うん、かちゃんとそういうの、ね、パスフレーズ考えてなってするとかね、ちゃんとそこでね、考えるだけでもね、全然違うと思うんですね、そこはできるできない、ね。はい、まあ、あとそれに、やっぱりパスワードを考えるべきじゃないものだと思います、うん、個人的に、一番良ければ、うん。それでパスワードマネージャーを使って、うん、もちろんそのマスターパスワードっていうものがあって、それを考えないといけないところあるんですけど、それがパスワードマネージャー的なものがあれば、少なくともそれで自動生成としたものを入れれば、うん、もう全く推測できないものになってしまうじゃないですか。うんうん、組織で管理しやすいパスワードマネージャーみたいな話ってあんまり聞かないような気がしてて、その
パスワードマネージャーいくつもあるけど、知ってるエンジニア個人がそれぞれが使ってるって話で、組織としてパスワードマネージャーを用意してこう運用してるぜとか。あります。なんか、一応あります。ワンパスワードとか、ワンパスワードとか、ダッシュラインとか、ビットワードみたいなものはいろいろありますので。なんか、日本の SIR さんがもっとその辺売ってほしいですよね。なんというか、露出度っていう意味では、分かってる人が一部使ってる感じで、いけてる IT 企業は全部それでやってるけど、はい、じゃあ、ね、SIR さんが売ってるシステムとかは、なかなかそういうパスワード管理システムとセットでね、ちゃんと運用をご提案されてる感じがしなくて、まだまだ日本の多くの IT 環境にパスワードマネージャーがまだ実装されてないっていうのも寂しいとこだなと思って。そうですね。私もほとんど聞かないですね。そのパスワード管理ツール含めて考えてやってるところなんですね。ね、ちょっとなんか恐ろしくて聞けなかったりしますもんね、役所とかってね。役所、いやでも僕もいくつか前見てるんですけど、役所でもですね、本当真面目な会社さんがやってくれてるところは、絶対全部どっかで同じパスワードついてんだろうって聞いたらですね、いや全部パスワード違ってますって、そうでしょと思ったことがあって、これストイックに運用してる会社さんもあるなって思う反面、あるところでですね、ペネトレーションテストを受けたら、こことこことこことことここ全部同じパスワード設定されてるんで、全部侵入できましたっていうペネトレの結果をもらって、愕然とするみたいな。どうなってんのみたいな。で、そのパスワードのどこで一番最初に見つけたかっていうと、運用してる会社さんの運用メモが、ファイルサーバーの見れないだろうと思う指数ボリュームの下ぐらいにあったみたいなところにあって、ファイル普通の人はアクセスしないよね、でも指数ボリューム、それは見るよね、ペネトレーションテスターはね、みたいなとか、そこにあるなんか運用管理テキストにあるパスワードがありましたんで、それを使って、10台ぐらいのサーバーは入っておきましたみたいな、レポートを見たときに、愕然とするなみたいな。パスワードねみたいな話です。未だにあるんですけど、やっぱりパスワードがこうなんですかね、アルファベットのパスワードをちょっと持ちっただけみたいな、なんかあれが結構多いんですよね。あれがやっぱり Windows 環境で多くて、なぜかというと一番最初のその、デフォルトポリシー、Windows のデフォルトポリシー通るので、みんなそれ使います。あ、自分も使うんですけどテストだけで。この辺はやっぱあるよなと思って、ご質問ね、この見ていただいている方のご質問の中に、最近のね、今日セキュリティの脅威はどんな変化がありますかとかっていうのもあると思うんですけど、注意が払われてないのは何かみたいな、いや、でも、注意払われてないのは、パスワードって相変わらずなんか注意払われてないなっていうか、全員がちゃんとパスワード管理ができればいいんですけど、やっぱり1点できてなかったら、そこからきっかけでやられるんで。パスワードをどうするかっていうのは古くてね、今も続く問題よなみたいな話ですね。パスワードの問題は2つあるんですね。1つはユーザーパスワード、まあ、一般のアカウント、要はまあ社員だったり、でもう1つはシステムアカウントですね。どっちかというとシステムアカウントの方が弱かったりする。ああ、もうなんか頭痛いもんですね。ユーザーアカウントは例えばポリシーがついてて、3ヶ月に1回更新しないといけないとか、あと多くて見たのは10桁のポリシーになってるところとかっていうのはあるので、まあ、そこはまあまあ、まだ推測しにくいかもしれないですけど、システムアカウントになってしまうと、例えば2001年に設定されたものがもう今までやっているとか、でそうであれば例えばユーザーパスワード、ユーザー名とパスワード一緒だったり、パスワードはなしとかっていうようなものもやっぱりあるので、でそこはまあ多分もう一切見ないぐらいの感じになるので、管理者側が。から見ると、だってそのアカウントがもしかしてどっかのビジネスプロセスのシステムで使われたりして、うん、もうそもそもパスワード変えられないとかっていう問題もあったり、うん、あとそもそも誰もそんなアカウントが存在することさえ知らなかったりっていうのも残ってしまう。うん、で、ペンテスターとか、まあ、そのような人から見ると、あ、このアカウントはもう怪しすぎるから、じゃあとりあえずやってみようっていう感じで見るのは当たり前のことですね。過去に座談会に MBSD の小川さんが来ていただいたときにも同じような話が出たと思うんですよね。昔作ったシステムのセキュリティ要件だとこんぐらいだった。今作れば厳しくできるけど、昔だと弱く作れてたというもののまま、今10年、20年の時を経てシステムが残っているところっていうのは難しいですよね。そうです。あとよく見たのは、まあ、今まで見てきたところは、例えばマニュアル、いろんなシステムのマニュアルを見つけるんですけど、うん、例えばこの、まあ、サーバー群を誰か、どっかの会社が作ってくれて、で、マニュアルみたいなものが出されたと。その中には、例えば認証情報が全部書かれているんですけど、隣に米って書いちゃダメみたいな感じが、パパーといっぱい書いてあって、
というのがあるんであれば、もうほぼ何をしようがないので、うん、全部のシステムを見直して、まあ、そこのパスワードのアカウントがどうつながっていて、どこで使われてるかっていうところで見て直すか、うん、まあ、またはそのシステムをなんかヴィランでまたセグメント化して入れにくくしてしまうみたいなミティゲーションになってくるかなっていうのが、やっぱり問題が発生するんですね。そのテスト後って感じている。うん、いや、ドキュメントにパスワードが書いてあるって普通に見かける気がしちゃうんですよね。普通に見かけますよね。引き継ぎとかマニュアルとかでさ、これパスワードこれだからねとか、ざらにあると普通にありますよね。納品物に入ってるっていうパターンあるのかな。そうそうそう、大体納品物って見ると、ああ、なるほど、じゃあそこ見ましょう。納品物のもらった時からパスワード変えないことも多いでしょうしね。そういうのって難しい。そういうパスワードリテラシーみたいな話もそうだし、そういうのって知ってるかどうかと、どう実装していくかっていうところは難しいですね。であとご質問があったところに聞きたいんですけど、シーサートメンバーの育成。ああ。どうする？イエライのシーサートメンバーの育成どうします？イエライのシーサートメンバーは、いや、なんかもう戦ってる人は戦ってる人たちが多いんで、技術肌が結構多いかなと思いますけど、あとはそうですね、今マネジメントとして、まあ、ルールどうすべきかとか、うん、でかつその業務を阻害しちゃいけないと思ってるので、うん、業務を阻害しないで本当にやばい維新とどう検知するのかっていうのを、ちょっとこれからまだ立ち上がったばっかりなんで話し合っていこうかなとは思ってます。一般的な企業さんとかだと、うん、結構 C サートメンバーが意外とこう攻撃をなんか経験したことないですよみたいな方が結構多かったりするので、うんうんうん、なんか機動演習ではやってるんですけど、うん、なんか実際にその実機とかでこう攻撃を受けてみる学習とか結構いいんじゃないかなって思ったし、うん、川口さんがやってるようなハードニングとか、あ、そうですね、ハードニングプロジェクト、皆さん検索していただいて、ハードニングプロジェクトね、これハードニングプロジェクトのユニフォームなんで、関係者が見てたらおって思ってくれると思うんですけど、はい、これ沖縄の特別な借り石なんで、発注するには岡田亮太郎さんに声かけないとダメなんですけどね、はい、ハードニングプロジェクト調べていただけると楽しいイベントですから、はい、ぜひ。まあ、でもシーサートの、ね、メンバーの教育と、シーサートのメンバーの育成教育みたいな話だと NCA でなんかいろいろやってたりするじゃないですか。そうですね、あれってなんかどんなやってですか？トランジットでしたっけ？名前だけ知って、あれどういうことやってるんですか？トランジットのワークショップ、トランジットワークショップっていうのは、はい、それは本当にシーサートを組織、技術、オペレーション、法律、それぞれのモジュールをちゃんと理解して、うん、シーサートの、まあ初歩の初歩、うん、まあ、システム運用の初歩の初歩を学ぶような、うん、まあ、ワークショップ形式になって、今ちょっとこの関係で開催できてないんですが、2泊3日の、あ、2泊3日でやる合宿で朝から夜まで小さとを考える。おー、それ講師なんですか？私は法律のパートを担当してますけど、ね、あ、それぞれ担当の講師がいてやるんですね。面白そうですね。それ NCA のメンバーだったら参加できる、はい、メンバー外でも参加できて、なのでたまに参加しなくてもいいでしょって人が来たりするんですけど、あ、なるほどなるほど。でも私このモジュール、この分野分かっていて、とかで、やっぱり、はい、リフティングを参加いたりしますね。ぜひ来てほしい。これあったら行くときに。そうですね。私以前にトランジット参加させていただいたんですけど、はい、そうです。萩原さんに面白かったのが、その謝罪会見の仕方ってそう、そんな教えてくれるんですか、萩原さん。夜飲みながらやるんです。ああ、なるほど。ちょっと、まあ、インシェントね、体験してもらって、はい、で、ちょっと、まあ、対応を見て、ここに謝罪させようみたいなのをやって、で、そこで実際、カメラとね、記者を装ったりして、うん、で、ね、こうどうお詫びするのかとか、ね、うん、上げるタイミングを、下げる、頭を下げるタイミングと上げるタイミングどうするんだとか、そんなのをですね、実は教えてたりします。すげえ、面白い。まあ、確かに、頭上げる時間でね、記者さんになんかボロクソに書かれたりするじゃないですか。で、時間じゃなくて、タイミングの方が大事なんです。早く上げた方が残っちゃう、頭が残っちゃう、赤字で周り下げてるのに上げてる家が残っちゃう、そうですね、そうするとこいつ謝る気あるのかって話あれ、ね、あれ時間もそうです、上げるタイミングがすぐ大事、目が遅い話を実はやったりしましたね。いや、そういうの、そういうのトランジット楽しいですね。でも合宿なんですね、あくまでね。そうですね、ちょっとね、今この関係でできてないですけどね。そうですね、オンラインでやりにくいですね、それはちょっとね。そうなんです、できないです。まあ、あとは人材育成ですが、まあ、ファーストがやらせてる、インスタレスト、IR とかですね、こう持ってきてやって。いたりですとか、今あと独自に今経営者向けとか、うん、経営者を理解するための審査と、うん、経営者が理解しておくべき審査という、まあ、話を作ってたりはします、ね、うん、そういう育成審査、ね、あと先ほど育成とありましたが、やっぱりどの人材を育成したいのかっていうのがやっぱり大事で、審査とも、そうですけど職はね、ペンテスターなのか、ね、うん、それともマリサバってリーガルアドバイザー的な人なのか、うん、全然育て方が違うので、まずどのロールなのかっていうのをちゃんと理解した上で人材育成を考える。
ロールの理解ができてないと育成のプランも立たないですよね。そうとりあえず技術つければいいのかってそうじゃないんですよ、うん、特にあのポイントコンタクトがなくて、逆にコミュニケーション能力の方が大事だったりするので、うん、技術よりはむしろコミュニケーション能力をある人を連れてきて、その人を育てるというふうにするとか、うん、そういうところも、まあ、ロールを理解するということが非常に大事です、ね。なるほど、なるほど。ちょうど技術者と経営層の中間が今欲しいなって思いますよね。なんか技術者がこれだけやばいんですっていう状況をいかに経営層に噛み砕いて伝えることができるかっていう方が意外となんか少なかったりしますよね。この小さくさ現場は経営のインパクトってどうしても分かんないですよね。まあ、そうですね。経営を理解してるわけじゃない。もう経営者は現場のこと技術が分からないんで、どうしようという間が必要です。だから本来はその内部のポイントコンタクト、まあ、ホックですね。あの小さくのホックが、本当そこをやるべきなんですけど、そこまでできて。その間つなぐ人材育成はどういうことやったらいいんですか、うん、ただ GSX さんに教育で頼めばいいですか萩原先生が出てきて、シーンで喋ってくれるってやつですか。あと私は人材育成の前に、まず私はコミュニケーション能力って、そういう人のスキルだとある程度思うので、もともと思った。なので、まずその人を見つけてくるってことがまず最初から始まる。発掘が。というふうに私は思ってます。で、ただし別に、技術は私磨けると、ね、勉強すればある程度磨けますし、ね、皆さんって初めからしてたわけじゃないと思うので、うん、でもコミュニケーション能力がある人を連れてきて、営業でもいいんです。連れてきて、そこに磨かす。うん、まあ、そこから始まって、でその人を育てていくってことが、その中間層、うん。で、その人って言えば営業とかやってると、例えば営業じゃなくてもいいんですけど、内部のこともしてるし、お客さんのこともしてるし、うん、そういう人も実はポックとして活躍しやすいっていうのは正直言うとあるんじゃないかなと思いますね。うん、あと、その下にコミュニケーションの、まあ、例えばそこまでできてない人ではあるけど、うん、技術がものすごいいいっていう人を入れておけば一番いいと思います。そうですね。はい、あのそのサポートは間違いなく必要ですね。組織体制というか、そのね、メンバーを作って発掘してきて組織を作るのが重要ですね、うん、そう言われると。いればなんとか育てられるわけですもんね、うん、そういう人が。でも大体今セキュリティ、ちょっとお前あの、ね、システムとかセキュリティ詳しいから、ちょっとお前担当してよ。っていうふうにやってるんですよ。それ何気なく入れてるじゃないですか。うん、その人がじゃあそのコミュニケーションスキルどうかまで多分見てないと思うんですよね。うんうん、今度はそこちゃんと見てほしいなと思います、ね。そうですよね。だから発掘のプロセスってなかなかあれですね。あんま多くは語られてないというか、たくさん語られてないところだよなと思って、ね。どう育てるかはいろんな会社さんがサービスがあるんで、サービスについてはいろんな情報出てるけど、発掘するってなるとアウトソースしてるもんじゃないし、うんうん、なかなかね、あの難しいところかなと。なので一応、まるっとコミュニケーションが得意な人を、まずつけてくださいねっていう話で、一応そこで発表してるっていうのは見える。大体、ポックになるような人はそういう人じゃないとね、話通じないですね。いいですよ。例えば、推し公機関とか、ね、事務機関とか、それとも急に電話かかってきて、急に対応するわけですよね。うん、そういう人じゃないと難しい。わあ、ゾッとしますね。なんか、なんとか県警察ですけどって電話かかってきて、ね。それが偽物かもしれない。確かに。ね、どうするんだよ。社内動かさなきゃいけないし、そうですね、リードしなきゃいけないんですが、うん、やっぱりそういった人が方がやっぱり向いてるかなと思いますね。やっぱね、そういう人がいる。まあ、キーザートという名前はともかく、そうやってか動かせる人が社内にいないと大変ですよね。なんか、危機管理という点でもやっぱりなんかね、動かせるようだな。なので今のキーザート、多分まあ、UC 入ってるときもそうかもしれませんけど、やっぱり2代目問題ってのは結構大事で、うん、1代目はやっぱりガーッてやるわけです。作ったわけですよね。作ってこうやってきたんだって、やっぱり2代目がいない。っていう人が見つかってないので、シーサーは衰退するってなるでしょう。セキュリティ業界一歩前進しましたね。後継ぎ問題を語れるようになった。なかった。ないから作ろうって話題をしてたけど、一方で後継ぎ問題を語れるフェーズにもなってきたっていうのも、ちょっと嬉しいなって思っちゃいましたね。一巡してくるというか、ね、あの僕一巡でね言っとかなきゃいけないなと思った。さっきね何度も言ってたけど、日本年金機構の試験ですね、もうあれずっと学べるからずっと勉強してほしいんですけど、あれ次元2015年ぐらいじゃないですか。であの辺ってまあ14年15年16年ぐらいまでて、まあ年金機構以外もさんざっぱらいろんなとこやられましたよねと。でやられたんはもうしょうがないと。であれを教訓にしていろんなシステムの軒並み2016年ぐらいに入れ替わってるんですよ。16年、17年ぐらいに。で、それを次また入れ替えるのって、今年来年ぐらいなんですよ、一気に。今年来年ぐらいにバサッと入れ替えの時期が来るわけですよね。うん、で、この、あの年金機構とか事故って大騒ぎしてるから入れたシステム、今ここで、どういうシステムに作り替えていくかっていうのは重要で、あの時ほど予算が出ない可能性があるわけですよね。社会情勢。うん、
オリンピックだってやるかどうか分かんないしみたいな状態になってるんで、この今このガサッと変わらなきゃいけないこの設計どうするかとか、でテレワークみたいな前提とかもあるじゃないですか。今までセキュリティ頑張っていろんなオンプレも含めて認証機能だとかプロキシーだとか IDS とか EDR とか作ってたシステムは社内にありますと。これね、テレワークしなきゃいけないっていうのでなかなか難しいじゃないですか。パソコンは持ち出しましょう、プロキシーどうしましょう、 VPN どうしましょう、クラウドプロキシーから内部アプリにアクセスさせましょうみたいな、こうシステムの大転換が今起きてるこの半年間だと思うんですけど、そこに加えてね、こういうシステムリプレイスのタイミング来るし、自治体セキュリティクラウドもそろそろまた入れ替えなきゃいけない時代じゃないですか。そうなってくるときにどう設計してどう作るかっていうのは今ちゃんと考えてやっとかないと、またルスランさんがどうもお邪魔しますってくれこれ前回僕指摘しましたよねみたいなことが残ってると残念じゃないですか。たまにありますよ。やっぱありますか。あれ直接診断そうでも同じですよね。ね、この間指摘したのが治ってれば指摘してうまく回ってるなでいいですけど、そうですね、あれこの間前と同じレポートを書いておりますけどっていう感じだと、なんかちょっと俺がやったら何だったかなと思います。でも意外にあるんですね、やっぱり意外にあります。9割以上の同じだったみたいな9割以上で、だってせっかく予算取ってね、実施サービス実施したのにそれでいいのかっていう話になりますよね。そうですね、まあ、悲しくなりますね。さっきの MA の話なんですが、国のシステムなんかまさしくそれ事前にね、うん、ちゃんとそういったテストを受けて、うん、でそれでね、どれだけその心理リスクがあるのか理解した上でちゃんとね作ってほしいですよね。そうですね、まあ、設計のところからそのまあ診断というかレビューを入れてやっていけば、やっぱりその設計とかプランニングがあってそれを実装するわけでだから、まあ、実装がどうなってるかというところでまたテストしなきゃいけないところはやっぱりありますね、まあ、その紙上だったり設計上とかにはまあよく書いてあるものはどう実装されたかとか、まあ、それはウェブアプリケーションだったりいろんなシステムにも寄ってくるものなので、やっぱり人が作るものだから、もう設定漏れだったり、まあ、間違って設定しまった忘れましたとか、まあ、いろいろあるわけなので、まあ、それを後でもう一回改めてテストしていくというのがまあそのフェーズですね。あとやっぱり新しいシステムを作るにしたにしても古いシステムと連携させるっていうところもあれば、じゃあそこの連携が実は古いシステムの方が脆弱性すぎて、また新しいシステムも全然乗っ取られるみたいなこともあったりする話です。古いシステムにね引きずられる厄介ですね。システムは新しいのに設定ファイルコピペして持ってきてるってたみたいな、わーみたいな、なんでこれ新しくちゃんと設計して作ってくれれば穴塞がってんのに古いシステムのまま持ってくるからなんか中途半端な穴開いてんじゃんみたいなっていうのはね、 Windows 2013から19に変えたからそれでもう全部直ったっていうところの考えてる人たちもいるので、そうだけじゃないので、うん、そうですよね。あれって見てみたら同じ問題が起きてますよと、扉開くじゃんみたいなところをどうするかっていう課題って本当あるよなみたいな。あとなんかね、質問があったら、ね、いい、取り上げとかなきゃいけない。海外のセキュリティ教育の話とかどうすかみたいな。なんか、萩原さんに聞きたいって指名で入ってきてるんですよ。どうよし、いっぱいです、ね。なんかこれ、嘘。GSX ではってわざわざ書いてあるんで、ちょっとご登壇いただいたんで、GSX さんの話もしてもらわないとですね。はい、海外でももうちょっとセキュリティ教育っていうのをやろうというところで、まあ、先ほど言ったバイリンガルエンジニアもいますし、うん、で、そういった意味でグローバルでもセキュリティ教育を、やる体制には今なっています。まあ、診断業務ももちろんね、やっておりますので、そういった業務し、まあ、特に、まあ、ちょっと音楽は ASEAN ですかね、うん、そういうところからやっぱり要望いただいて、まあ、そういう教育をすると、国によってはですね、メール訓練やりたいっていうところも実際あったりするので、うん、まあ、そういうところを今展開しようというふうにしてる感じですね。メール訓練って結構やってるんですよね、GSX。そうですね、メール訓練多いですね。はい、年間で今、だいたい100、200件近く。すげえやってるんですよね。なんか確かにね、なんかのシェアで見たとき、ずいぶんやってんだなって思ったんですよね。で去年の訓練対象で100万人超えてますから、そういった意味では。ちなみに回復率はだいたいアベレージで 9% ぐらいなので、うん、まあ、開きます。まあまあ、開いちゃいますよね。0% 目指してもしょうがないですからね。結構やってるんですね。グローバルで。グローバルでもやります。はい。いや、もう、せっかくだからちょっとここ営業しとかないです、ね。そうです。グローバルのセキュリティでスパートを立てるという。ありがとうございます。来ていただいてますんでね。申し訳なく、ありがとう。いや、そう、大事だなでしょ。いや、ほんとそう。では、なんかもう一個後半に。そう。以前は診断業務を行っていたと思いますが、今はあまり診断業務を行っていないでしょ。これ主語が、
萩原さんがなのか、GSX があって萩原さんの診断業務やってますか？私は全く言ってない。GSX ができるけど、はい、GSX はなんかウェブとかペン、あのもちろんプラットフォームもそうですし、先ほどもちろん皆さんと一緒に IoT のところですね、あのちらほらやっていったりしますので、あのそういうところもありがとうございます。はい、OK することは可能です。あですね、ここはちょっとね、あれ、インパクトが薄かったってことですね。最近ね、教育ばっかり、まあ教育、結局それも教育だと思うんですよ。だって診断だってある程度内製化しようって話もちょっと、まあ、徐々にね、ウェブなんか出てきてますから、それで内製化をするっていうのは一つ教育をするっていう観点でやってるっていうことですね。うんうん、すみません、宣伝のお時間に、はい、ちょっと来ていただいて、あの私が質問したわけじゃないですか、ね、はい、の視聴者の皆さんからの質問、もう一個視聴者の皆さんが僕があったのは、はい、なんかあのね、最後に来たやつで出てます、僕への質問どうぞ、これですよ、これワクチン関連のね、こう新型コロナウイルスのワクチン関連の情報を盗もうとして起訴したと、いやいや、まあなかなかどのように感じているか、取り組みの現状についてとかですね、これコメントしづらいですね、安倍総理に直接提言する機会を得た場合どんな提言をされますかみたいな、これ議員さんの秘書みたいな人が質問したいや、まあね、イエライと GSX にご相談くださいっていうことだけ言えればいいんですかね、こういう場合は。そう、ね、ちょっと話が広すぎて、これまた別の座談会作った方がいいですね。もうだってもう12時近いんでね、これだけ語り出したらちょっとあの終わらないんで、これあのまあ難しいですね。でも製薬とか医療関係の人ってのはもちろんターゲットになるでしょうし、日本もね、いろんな製薬会社さんありますからね。一言だけ言うと、自然災害と一緒に考えてくださいと、視点として。うん、で、やっぱり自然災害だとちゃんとね、まあ、取り組みを考えようとするので、サイバーだと考えないじゃないですか。うん、もうその時フィジカルもサイバーも関係ないので、うん、で、あの皆さん守ろうとしている情報ね、先ほどの信徒じゃないけど、散々漏洩してますから、うん、まあ、個人でどんだけ情報を得られるのかということを理解した上で個人情報って話を語ってほしいし、はい、その上でセキュリティ考えてほしいなというぐらい提言ですか、ね、はい、そうですね、まあ、どの会社でも結局その IT 部分が、メインではなければ、例えばそのインターネット会社みたいな感じの、うん、一応サポート的な感じになってるんではないですか。だからそれで予算も取りづらいし、まあ、とりあえず何もあの今作ったインフラが動いてるから別にそこに予算かけなくてもいいみたいな話 で、セキュリティも一応そのワクチンみたいな感じになるんじゃないですか、うん、いつか何か来るから予防しておこうみたいな感じの立場になっているんですけれども、まあ、それの考え方を少し変えていかなきゃいけないかなっていう感じですね。だからもっとプレベンション的には、うん、これから来る攻撃が来るかもしれないというところだし、うん、あとはまあやっぱりその守りたい資産を明確にして、そこまでのそのセキュリティとかのレベルを上げていくとかっていうところですね。やっぱり守りたいものは何かって、これ難しいですよね、うん、なんか守りたいものが何かが抜けたまま質問されるとすごい困りますね。なんかズーム使っていいですかみたいな、使えばいいじゃんみたいな感じだし、なんかなんとかっていうイデアルはどうですかって、いや、まあ、使えばいいじゃん、嫌ならやめればみたいな話だし、守りたいものの前提がないと答えようがない質問っていっぱいあるよな。そうですね、まあ、その入れるイデアルがあって、そのイデアルが例えば突破されたら、守りたいところまでの経路とかいろいろどうなってるかっていうところの質問になるので、イデアルが突破されたにしても、他の例えば CM とかログイベントとかの就職することで何かその総合的な誤業はできるかどうかとかっていうの質問が結構いろいろ出てくるかもしれない。さっきマイクに入ってね、アインストールしたら関係ないベースだったんですか。まあ、ぶっちゃけそうなんですけど。ところね。そうですね。なんですけど、まあ、例えば横展開するときにはそれがあのちゃんと見つけられるかどうかとか、あと最終的にその情報を盗み出すときとか、C2 の通信が見つけられるかとかっていうところが、実際にそのやろうと思えばものすごいあの綺麗に作れると思いますね。もちろんあのものすごい時間もお金はそこまでかからないかと思うんですけど、ちゃんと自分のシステムを理解する必要があるってくるので、理解した上で今はもう普通にその無料ツールというかオープンソースのツールがあったり、まあ有料ツールであってもその有料ツールのちゃんとチューニングできるかどうかっていうところもやっぱりあの質問になってくるので、それがちゃんとできるんであれば、ものすごいセキュアシステムを作れると思います。うん、そういうのも大事ですね、トレーニングって。あの、最近良かったなと思ったのは、JP サートがログ分析トレーニングっていうのを出したんですよね、と、うん、コンテンツ。あの、ぜひ皆さんあの、もう知ってると思いますけど、やっといて、せっかくなんでチャットに書いてきました。ログ分析トレーニングコンテンツの公開っていうのを JP サートが出してくれたんで、これなんかまだ、すみません、僕も読み始めたばっかりで、試したわけじゃないですけど、
こういうの出してくれてるんで、これでまず無料で公開されてるなら、これを皆さんぜひですね、やってもらうっていうのはいいかなと思いました。で、チャットに URL ベローンって貼っといたんで、皆さん見れるはず。まあ、それでなくてもですね、JP サートのページ行けば多分ありますんで、それをまあ調べてやってくれればいいかなと。そしてあともう1分なんで、最後一言ずつもらいたいので、鈴木さん、ルスランさん、萩原さんで一言ずつもらってですね、この、ウェビナーの座談会締めにしたいと思います。じゃあ、鈴木さん、最後一言、皆さんに、この辺ちょっと、あなた抜けてるから気をつけてほしいなという最後一言お願いします。そうですね、大体もう突破されちゃいます、ルスランさんとお聞きしたいから。なるほど。その点で出ましたよ、けど、さっき の, そのログのトレーサビリティであったりとか、防御だけ考えないで、やっぱり検知とかその先、守りたいものに対するところで何を監視すべきなのかっていうのは多分見直した方がいいかなっていうのと、まあ、ちょっとこれ、まあ、半分いたたらになっちゃうんですけど、最近依頼の方で抜き打ち検査を C2 でできないかなって考えてて、うんうんうん、速度のトレーニングとかで突然 C2 とか出して何分にシャドウ垂れるかなとか、そういうのをちょっとサービスとかで考えたりしてるんで、ご興味ある方お問い合わせください。はい、ありがとうございます。じゃあルスランさんお願いします。そうですね、まあそうですね、自分のシステムをもっと深く理解してほしいかな。うん、なるほど。インフラだったりですね、うん、で運用側にやっぱりそのもっとパスワードの管理だったり、うん、その辺をしっかりしてほしいところですかね。はいはい、あと1回でもペンテストみたいなことを、まあ、別にうちらの会社じゃなくても受けてみて、それでやっとその自分のシステムがどうなってるかどうかっていうところは把握できれば。ありがとうございます。最後じゃあ萩原さんお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。本当にまずそうです、ね、テクノロジーとかセキュリティ製品ですとか、まずそういうところにどうしても、まあ、攻撃が何度も 目が行きがちなんですが、やっぱり何を守りたいのか、守らなきゃいけないのかっていうのは考えるところから、正直いろんなところがデジタル化もそうですし始まるんじゃないかなというふうに思いますし、そもそもそれができなければ最近話題のゼロトロさんととても出ないけどオンラインではできませんので、まずは何を守りたいのかっていうことをきちんと整理したところが始めていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。お三方今日は集まっていただいて、90分じゃ語り尽くせない時間に内容になりましたけれども、12時1分になってしまいましたので、これにて座談会終了とします。ご参加された方ありがとうございました。終わりです。ありがとうございます。終了です。はい。